おはようございます。今日は1月14日土曜日です。今日皆様にお話しするお話、それは週足の窓と16週サイクル該当週のお話です。週足の窓というのは、今まで日経何度も空いてるんですけども、今のところほとんど全部閉めてきております。今回2つ残っております。その埋め方どうなるのかということと、下値の程度の話をしたいと思います。まず週足の窓ですけども、この3万7,95円以降、ここで1回、それからここで2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回と窓は言っております。過去の窓は全部閉めている形になっております。今回この上に27,488円と349円の間に窓開いております。下は26,034円と90円の間に窓開いております。 CME の値段からして、来週はここを窓を飛び越える両窓という形で始まる可能性が高いんではないかと思います。次に、来週はどんな週かというと、これは、2回前の YouTube で皆さんに申し上げた16週サイクル応答週にあたります。16週サイクルとは、この、24,681円から 25,520、この間が16週、 25,520 から 25,621 が16週、そして 25,621 からこの、25,661 の安値のところは14週だったんです。先週は15週経過して、いよいよ16週目が来週ということになります。ちなみにサイクルというのは、ズレをある程度は認めるんです。6分の1認めるというのがメリマンサイクルの考え方です。16の6分の1というと 2.6 ですから、だいたい18週から14週もその範疇じゃないかということで、三角持ち合いから上に行くならばここで底入ってた可能性があるんですけども、来週、もう一回叩き込みがあるんではないかという可能性が高いと思います。ノック3度と書いてあります。同じ値位置は、4回目でないと抜けない。25,520 と 25,621、661と今回近いので、これを1回2回3回とやれば大きな下値はないという考え方もできますけれども、4回目ということになると、この2つの値段を下にぶち抜いてしまうということになります。これはノック4度の法則というのは、ギャンの法則です。25,661円の攻防と書いてあります。どういうことか。28,502円の戻し高値のところから11日下げて5日戻し、そこから14日下げて6日戻しというところであります。現在2日経過したところなんですけども、第1波の下げ幅と同じっていうのが、エリオット波動では1波、2波、3波、4波、5波とした場合には、そういう考え方もできます。だから 25,661 を割った場合には、このトップから11日、今2日経過してありますので、あと9日っていうと、月末26日ぐらいまではまだ、下値警戒ゾーンに入る可能性があるのではないかという見立てをしなくてはいけません。具体的な下値はどうなるかということについて、今日は特別ですね、土曜日に、会員さん向けに発送いたしました先物レポートの抜粋を、私にメールくださった方には差し上げたいと思います。なお、次の詳しい見通しについてはまた YouTube で明らかにしたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。